ミシシッピ軍はアメリカ合衆国アーカンソー州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は46,480人であり、2000年の51,979人から10.6%減少した。軍庁所在地は2つあり、北部はブライスビル市であり、南部はオセオラ市である。 ミシシッピ軍は1833年11月1日に設立され、軍名は軍の東側協会になっているミシシッピ側にちなんで名付けられた。ミシシッピ軍はその全体でブライスビル小都市系を構成している。アメリカ合衆国会議員を選ぶ選挙区ではアーカンソー州第一選挙区に入っているが、全米の会議員選挙区の中で最貧区になっている。 軍内農園主のジェファーソン W スペックが1950年と1952年に共和党からアーカンソー州知事候補として出馬した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は919.731平方マイルであり、このうち陸地898.258平方マイル、水域は2 1 2 1.48平方マイルで、推移率は2.34%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オセオラにある歴史ある、裁判所アーカン総集の軍はさらに軍区に、小区分されている。各軍区には、未編入領域と、編入渦未自治体がある。現代の軍区には、その維持目的が限られたものになっている。 アメリカ合衆国国勢調査局は軍区をもとに人口を集計している。また経図調査など歴史的な目的には価値がある。一つ以上の軍区に入っている町や都市は統計調査に基づいて扱われる。ミシシッピ軍の軍区はカキリストの17区であり、その中に含まれる町や都市を括弧書きしている。ありがとうございます。